今日のバンプさんは、電波塔からショアラインのローグは枯れるのか、ケースでローグ狩りはできるのかの2本でお送りいたします。また来週も見てね。じゃんけんポン。うふふふふふふ。うわ、いる。ローグいるわ。ショアラインのね、ローグ狩りちょっとマスターするから、俺今から。見とけよ。こうやってね、やるんだぜ。やっとローグに会えた。なんかもうアンチみたいなとこないかな。ここから撃てばローグ狩りまくれんぜ、みたいな。バレてねって。喋ってきたね。喋ってきたけど、まあ俺スリック来てるし、大丈夫でしょう。まあ見とけよ、マジ。どこや。これ詰めてくるよ、これ。ローグって詰めてくる。通信塔登るとか、オッケー。この通信塔登ったらローグにやられないんじゃないかっていう。近戦距離、距離じゃない。近接武器ないからね。戦う意志はありません。あんな上に登ってんや。ローグって。撃ってこんだよ。あ、大丈夫。撃ってこんらしいわ。ベアだったら撃たれるけど、ユーセックなら馬で撃ってこん。ここから。さあ見とけ。ここからやっちゃうぜ。ここから。あはははいいやん、いいやん。オッケー。ワンショット。最強ポジよ、これが。生み出したかもしれん。ここ強いかも。もう一個下降りたいな。下降りるか。でもさ、倒したのはいいけど。うぅ、はあ、僕のスリックは永遠に。何やん、このゲーム。あ、ちょっと待って。待って、おるかな。あ、おる。エスカブあれ。やっばかアホきついな、この距離。終わった。先に撃たれるのは終わった。俺何もしてないやん。俺何もしてないやん。くらえ。終わった。助けて。終わりました。終わった。その出会い方がまずいって、それ。終わった。あ、外した。なんだって。もう。は？お前、硬すぎんだろ、お前、これ。倒せません。はい。一発で倒せません。ケースでローグ狩りはやめましょう。はい。はい、わかりました。検証できた。一個検証できました。